おはようございます。クリスです。4月2日月曜日、 It's a Monday and a brand new week。 いいスタートを皆さん切れましたか？さて、昨日京都ですね、浅草橋パズルで、おっぱい芸人ユッキージーコのですね、写真展、可愛くてなんでやねんっていう写真展を浅草パズルでやっておりまして、そのお手伝いをしております。満月ブレンドからの展示会からのバタンキューでした。なので昨日ね、すいません、アクルブララブ。 So today、 これから行くんですけれども、今日のオイルを何にしようかなと思って訪ねてみたら、じゃじゃじゃん、 I got air、 風です。風に乗っていろんなアイディアだったりとか、直感だったりですね、パッと思い浮かぶこと、そういうのを運んでくれる風の空気のオイルなんですけれどもね、はい、それにまつわるやつは、カードは何ってポンと出したら、はい、 Ideas and Inspiration、 ちゃんとリンクしております、ちゃんとリンクしております。はい、風に乗っていろんなアイディアとかインスピレーション、これが今日あなたの元に届くと思います。いろんなタイミングがあって、いろんな人と出会ったり時間だったりとか、交差をするんですけれども、その中で聞こえてくるもの、見えてくるもの、はっと思ったもの、これが全てあなたのサインになります。なのでご自身の直感力を信じて、今日仕事だったり学校だったり、お友達との会話、ご家族との会話、いろんなところで自分にヒットがあるので、しっかりとね、それはね、確認してみてくださいね。はっ、そうだって思うことがあると思います。そのサポートに今日のレイエッセンスは、時空の旅人、 The Parallel Traveler。 すごい、これは移動したりとかするときとか旅に出るときにも私これ使います。瞬時にポンってこうサポートになるのでね、竜シリーズも好きですけど、 This is a great one。 というわけで、満月ブレンドいただきました、ありがとうございました。それらのですね、今カードリーディングを行っています。次回、それが出てき次第ね、今日ね発送しますけれどもね、次回のブレンドは新月にまた皆さんに選んで、あげれたらなと思っています。というわけで Have a wonderful Monday and a great start of the week。